付属は、朝鮮のシャーマニズムである。ムーダンというシャーマンが、クッという神を憑依させ、お告げを行う祭儀を行う。戦前の資料によれば、ムーダンの男女比には、地域性があり、男性が、主流の地域もあれば、女性が多い地域もあった。また、古称についても、ジェジュ島では、新番と呼ぶなど地域性がある。朱子学が国境とされた理朝鮮時代はムーダンが、 選民とされるなど蔑視されながらも、不動にはまり、国費で盛大な儀式を開催し、国家財政を圧迫させた貧ヒによって重宝された、心霊君が一大権力を手に入れた時期もある。非常に厚遇された、心霊君には、どんな時でも、国王、王妃と謁見する機会が与えられ、国家の大事が心霊君の助言を受けて決められることも、あった。心霊君への愛路で、 士官の道が開けるとして、神霊君の家に金を持ってくる人間や、義兄邸になろうとする人間は後を絶たなかった。そのため、国は疲弊した。その後は、古い迷信として衰退した。しかし、戦後に、韓国で、国家主義的価値観とも連動し、付属こそが、朝鮮固有の宗教であるという思想が生まれ、 表舞台に近年しばしば取り上げられることとなってきている。戦後のムーダンは女性が多く、交換なぎと世襲婦がある。男性のムーダンはパクスとも言う。国には個人の幸福を祈ったり、病気の治療、死者の供養、村の神様を祭るなど様々な種類がある。ありがとうございます。